誰もが気になる話として、F2 にラプターと F3 ゴライトニングは、どちらが最強なのかという話がありますよね。今回は、F22 と F35 どちらが最強かを詳しく見ていきます。メンテなどを考えると、総合的に F35 なのかな。いや、F22 のドッグファイトも最強よね。2023年の現在、アメリカでも戦闘機の開発を担うとくる軍需、航空企業といえば、経営統合や吸収、合併が繰り返され、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社の、ほぼ3社のみとなっている。その中でも、世界初の、いわゆる第5世代戦闘機として、アメリカ空軍のみが、運用を続ける F2 にラプター、そして、アメリカの同盟国や友好国への輸出が行われている F3 ゴライトニング2を擁するロッキード・マーチン社が市場を握っている感が強い。これは今のアメリカ軍の主力戦闘機の座はほぼこれら2機種で独占されていることから、そのようなロッキード・マーチン社一強の形が生み出されたわけだが、次の NGAD、ニュージェネレーションエアドミナント計画でも、その状態が続くのかにも注目が集まっている。そうした状況下、現実にはほぼ起こり得ない事態とは言いながらも、では、F2 にラプターと F3 ゴライトニング2を比較した場合には、どちらが戦闘では有利なのか、という仮定の話も好感に満ちている。おおむね、そうした仮定の結論としては、総発の機関部を持ち、機動性に優れる F2 にラプターが、有視界戦闘では分があるが、新しい分だけ、赤外線誘導装置等も備える F3 ゴライトニング2が無視界戦闘で、優位に立つとの見方が多い。総合的に見れば、現在戦においては、F2 にラプターが得意とする有視界戦闘、つまり、戦闘機同士の至近距離でも、格闘戦が正規する可能性は、極めて薄いと考えられているため、こうした指摘が多数を占めるのだと思える。それでも、戦闘機としての開発時のコンセプトや、要求される各種の性能等々を含め、同時初位第5世代戦闘機という括りでありつつも、素地は、全く異なる F2 にラプターと F3 ゴライトニング2について、改めて紹介してみたい。まず F2 にラプターだが、まだ旧ソ連が存在し、同国とアメリカとが、東西の2陣営に分かれて対立する、冷戦構造下の1980年代中盤から開発が開始されたため、当時、世界最強の星空戦闘機の呼び声の高かった F15 イーグルを超える性能が目標に置かれた。現ロッキード・マーチン社は、その当時は、ロッキード社であり、また現、ノースロップ・グラマン社も、同様にノースロップ社であったが、この2社に1986年に、アメリカ空軍は、試作機の製造を発注した。これらロッキード社とノースロップ社の試作機には、機関部として、プラット&ホイットニー社製の YF-119PW-100 と、ジェネラル・エレクトリック社製の YF-120GE-100 が用意され、機体と組み合わせ4機種が製作される。アメリカ空軍による選定の結果、ロッキード社の YF-22 と、プラット&ホイットニー社の YF-119PW-100 という組み合わせが、1991年に F-22 ラプターとして、正式な採用を勝ち取り、ロッキード社は、同年8月に、その量産機の開発契約を締結した。この時、アメリカ空軍とロッキード社が締結した契約の内容は、F2 にラプターの短座機と複座機の両方を量産機として開発するというものだったが、結果的には、複座機は計画が中止され、短座機のみが生産される。
F2 ニラプターの探査機は、1993年4月には量産機の生産が開始されたが、すでに1991年に最大の仮想敵国であった旧ソ連が崩壊し、軍縮の機運が高まってしまっていたため、当初予定されていた750機という生産予定数は以後逐次減らされていく。それにより、F2 ニラプターの生産予定数は、1993年に648機とされ、1996年には451機、2001年には295機、2005年には277機と加速度をつけて下がっていき、最終的には試作機を含めて195機の生産にまで削減された。F2 ニラプターは、こうした生産予定数の大幅な削減と並行して、2005年12月には実戦配備を迎え、世界初の量産型の第5世代戦闘機となり、2021年8月時点で、総数で183機が基本的にアメリカ国内の基地に配備され運用されている。そんな F2 ニラプターだが、2009年以降、たびたび日本の在日アメリカ軍元基地にも一時的な配備が行われたことがあり、直近では2022年10月に沖縄の嘉手納基地に配備された F-15 イーグルの代わりに暫定的な配備が行われる予定だと報じられた。 F-2 ニラプターはシリアに対しての空爆任務に初の実戦として投入され、また2018年9月にはアラスカ上空へ接近してきたロシア軍の爆撃機戦闘機からなる編隊に対してスクランブル発進を行ったと記録されている。ただし、これらの任務における F2 ニラプターは本来の同期運用の最大の目的である空対空戦闘による戦果は記録されておらず、これについては2023年2月4日にアメリカ上空に侵入した中国の気球を空対空ミサイル AIM-9 サイドワインダーで撃墜したのが初である。その6日後の2月10日にも F2 ニラプターはアラスカの上空で正体不明の飛行物体を同様に空対空ミサイルで撃墜しているが、ロシア・ウクライナ戦争が継続中ということもあって一時的に注目を集めたのみで終わった感は否めない。さて、これに対し、F3 ゴライトニングには、統合打撃戦闘機計画、JFS、ジョイントストライクファイタープログラムを実現する機体として、ロッキード・マーチン社が試作した X-35 が、2000年に採用を勝ち取ったものである。統合打撃戦闘機計画、JFS。ジョイントストライクファイタープログラムとは、アメリカに加え、イギリス・カナダで複数の機種が運用されている戦闘機、戦闘攻撃機等を代替するという壮大なプロジェクトだった。ここでは、アメリカの場合は F-16 ファイティングファルコン、A-10 サンダーボルト、F/A-18 スーパーホーネット、AV-8B ハリアー2が対象であり、通常滑走路から航空母艦、教習揚陸艦まで、運用母体も多岐にわたる。イギリスの場合は BAE-C ハリアーという垂直、短距離離着陸機、カナダの場合は、同国向けの F/A-18 ホーネットである CF-18 を代替することが基とされており、これらの運用条件を満たすものとして F3 ゴライトニングには生み出された。そのため F3 ゴライトニングには通常滑走路使用の A 型、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型、カタパルトを装備する航空母艦用の C 型の3種の機体を基本的に同一の構造から生み出すという生産性を重視した設計がなされた。F3 ゴライトニング2の初飛行は、A 型が2006年12月、B 型が2008年7月、C 型が2010年6月に行われ、実戦配備は、A 型が2016年8月、B
B 型が2015年7月、C 型が2019年2月となっており、日本も A 型105機、B 型42機の調達計画を進めている。これまで述べてきたように、F-35 ライトニングには、従来の多数の戦闘機、戦闘攻撃機等を代替する目的で開発されたため、星空戦闘能力に重点を置いて開発された F-22 ラプターとは、本来のコンセプトそのものが大きく異なる。ただし、F-35 ライトニングには、F-22 ラプターより9年後に開発が開始されたこともあり、機体そのもののステルス性能はさらに進化し、それを活かすためのウェポンベイの拡張も寄与し、F-22 ラプターよりも、兵装の搭載量自体が増加している。最高速度も、F-22 ラプターがマッハ2以上であることに比して、F-35 ライトニングには同マッハ 1.6 以上と、スペック上は低下しているようにも見えるが、3タイプともに、マッハ 1.2 を超える超音速巡航が可能で、運用効率は高いと推察されている。単純に、敵戦闘機との有視界での空対空戦闘においては、それを重視して開発された F-22 ラプターに分がある可能性もあるが、F-35 ライトニングには、最新のアビオニクス類を備えたマルチロール機であり、総合的な価値で上だと見るべきなのだろう。